市のブルペンキャッチャー、早稲田大学野球部の同級生の阿部さんです。皆さんもね、もうよくご存知のように、学校を出られて、サラリーマン生活もされたんですけど、やっぱりね、この野球に対する愛情というか、私らもそんなないんですけど、やっぱそれがね、ある意味こう仕事になったというか、それで、前回もお話ししましたけど、実際にピッチャーのボールを受けてですよ、受けてピッチングしてるのを受けてですよ、でそれを元に記事を書くということで、あちこち で、まあ、記事だけじゃなく、いろんなとこからそういうね、あの声もかかり、テレビもマスコミにもよく出ておられますけど、まあね、僕の同級生がね、そういうの活躍してくれてるということを見るとね、もう本当にあの嬉しいんですけど、それで、最終コーナーはですね、こうボールを実際に受けて、それをまあ一つ生業にしてるわけですけど、その中でまあエピソードというか、実際にピッチャーを受けてるわけですから、その中でのすごかった選手とかですね、うん、そういう選手がいればちょっと話してもらいたいんですけど。もういいの、うん、まあ、僕の場合はその早稲田大学を卒業して、30代までサラリーマン生活をした後に、1年半ぐらいね、東芝の野球部で野球の勉強してたんです。通って。で、ブルペンで受けたり、バッティングピッチャーやったり、バッティングキャッチャーやったり、ノッカーやったり、一番強い頃の東芝だったんで。もうめちゃくちゃ強かったでしょ。60何連勝したね、練習試合含めて。もう社会人で東芝って言ったらもう最高峰でしたからね。そう。で、しかも金属バットの時代だったから、もう社会人野球がもうドロドロになってる時期だったんですよ。そうです、あの地区が強いチームばっかりでしたからね。そう、もう神奈川、横浜、あの辺はもうチームも多かったしね。今のエネオス、日本石油があって、日本鉱工があって、いすゞがあって、三菱自動車があって、まだあれはこれあった時代、うんうん、でその時期に1年半勉強させてもらったっていうこともすごく大きかったんですけど、それでね、うん、まあ、ライターといったら、まあ、それはスポーツライター、いろんなライターの人いますけども、うん、そのボールを実際に受けてですよ、うん、それをそのピッチャーの印象、うん、いろんなことを総合的に記事にして書いていくという、うん、そのパターン始まった話ですか。あのね、野球小僧っていう雑誌がありまして、2000年ちょうどです、発刊2年目だと思うんですけど、その時にその野球小僧の記者の一人に入れてもらって、で当時ね、敦賀気比高校の内海哲也投手です、はい、ジャイアンツに行ったかな、はい、東京ガス、そうです、はい、今西武で、まだピッチャーされてるんですよね、はい、彼 その普通のインタビュー取材に行くことになった、うん、でその直前 2,3 日前にね、その野球小僧の編集長と話してて、内海ってどんなボール放るんですかね、いっぺん受けてみたいですねって、僕もポロって言ったら編集長が、阿部さんそれ面白いですね、やっちゃいましょうよって、たったこれだけ。ほう、企画会議もなきゃ、企画書も何にもない、最初は内海、阿部さんそれ面白いですね、やっちゃいましょうよって、もう編集長もいい加減な人だったからね、もうそれがそれたった3秒で決まったことが22年目、ですからもう本当人生なんてちょっと先何が起こるか分かんないですね。でもね、実際にやっぱりプロへ行こうかいう投手の球を実際に受けるわけですからね、うんうん、その時はどんな感じでしたか。まあ自信はあったんじゃない。いや、ないないない、はい、俺だからその何気なく言ったことが、その編集長がパクッと食いついただけの話で、うん、うわ、えらいこと言ってしまった、うん、あとはその出かけて行く時だって、うわ、えらいこと始めてしまったと思うんだけど、キャッチャー道具持って、キャッチャー道具はね、借りるの。あ、借りて。うん。ミットと、ユニフォームを持ってくるんですけど、うん、他の、キャッチャー道具は荷物になるから、うん、貸してもらうんですけど、その一人目の内海君はやっぱり賢かった。ほう。だって、どこのどこさんだか分かんない人が来るわけですよ。それで、実はそのボール受けさせてくれって話が、監督さんに理解されてなかったの。まあ、伝わってなかった。そう、そんな話聞いたことないでしょ初めてだから、うん、だからまさかそういうただのインタビュー取材だと思ってたらしいの、うん、で行って
じゃあすいません、どっかで着替えさせてもらえますかって言ったら、って言われながら、いや、実はこうこうこうで、ボール受けるんですかってなって、そこから始まってるんですよ。でもちろん、内海君も聞いてなかったわけ、はい、突然、投げろ、この人が受けるで、だったから、普通だったら、おたおたするじゃない、高校生だったら。いやいや、1時間かけてアップしてた。それも秋の放課後だから、はい、もうどんどん暗くなっちゃう。どういう時期ですか、もう秋の大会も終わって、うん、高校3年の秋ですから。あ、上がった、上がった。そうそうそう、だからもうピッチャーにとっては一番肩軽くて、うん、投げたい時期なんですけど、うん、その時期にもう僕待ってるわけ、ブルペンで、うん、だけど1時間経っても来ないです、うん、ゆっくりゆっくりアップして体を温めて、寒いから、つるがなって、うん、なるほど。賢いやつだなと思った。普通だったら慌ててきてさ、えいやって投げてパキンって言って終わっちゃうようなのも嫌じゃないですか、うん、それでようやく1時間経ってきて、うん、もう最初これです、ボール、うんうん、それはね、はい、投げてないし、はい、うん、お父さんが子供に投げるみたいなこんなボールですよ、うん、で 僕がそれをまあ受けてて、でちょっとパチンっていい音させると、そこからちょっとかけてくる、でまたパチンって言うと、またちょっとかけてくる、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ強くなった。実力を見てるんでしょう。そうそうそう。あのそうだけど、あ、この子はやっぱり頭いいなと思った、うん、冷静だし、うん、こっちの様子を伺いながら投げてるんですよ、うん、なかなかね、そういうの18歳の子が突然やってるっていうことが、あの、まあ、すごく印象的で、今でも覚えてるんだけど、ね、そうだから45ぐらいの時ですか。そうそう、年齢的にもね。でそれまでにちょっと練習したりしたんですか。いや、全くないです。いきなりその東芝の30歳の頃の東芝から45歳の長嶋ブルペンキャッチャー開始までの15年間っていうのは、やってもあれですよ、軟球の草野球ですよ、うん、本当の草野球。だからもう勝負野球なんて全然現場にいなかったから、もう突然ボーンと始めたことなんない、うん、その第1回目の内海は最終的にはどのぐらいの力でこう放った。いやー、130キロ出てるか出なかったかな、うん、でもかなりちょっと真剣に投げたというか、はい、あ、最後はね、うん、ただね、途中で僕は見えなくなっちゃった、暗くなって、あ、で僕の方がギブアップして、うん、どうもありがとうで終わったんですけどね、うん、でその時の記事はどういう記事を書いたの。あの、まずね、そのことを書きました。そのなかなか来ない、うん、まだ来ない、うん、もう暗くなってもう見えないかもしれない、来ない。でその後、そのちょっとずつかけてくる、またちょっとかけてきてくれた、またちょっと強くしてくれた、この用心深さ、うん、この冷静さ、うん、こっちはすごいピッチャーだっていう話を書いた覚えがあるね、うん、その球の力とか、うん、そういったものはどうでしたか。あのね、うん、重くはないんだよね、なんていうのかな、ものすごい綺麗なボールですね、バックスピン綺麗、こういうピッチャーとクロスファイヤー投げるときちょっと真っすらみたいになるじゃないですか、うん、ちょっとスライダーでカーティングするの。こっち右バッターのインコースに投げるときも綺麗なバックスピンで投げる、これもやっぱり才能だと思う、はい、でバックスピンで投げるやつっていうのは、投げられるやつっていうのはスピード上がるんですよ、うんうん、その打つ身をその、うん、まあ、全力ではないにせよ、うんうん、見て、あ、これやっぱプロ行くよねっていう感じは、あ、うん、もう絶対あった。で、もちろんインタビュー取材もやるわけで、でその時にいろいろ話して、話す中でものすごい頑固、頑固、頑固、もう自説を曲げないというか、うん、なんていうのかな、こう偉そうに喋るわけじゃない、うんうん、あの淡々とすごくこう穏やかな感じで喋る少年だったんですけど、ものすごくこう芯がある、あ、そうですねとか絶対言わないこっちに合わせるのに絶対言わない。なるほど、自分の方はよく言うと、そう、相手がどう言うと、 その言ってることに説得力が、ああなるほどねって、うん、心から返すような、うん、うん、なるほど。やっぱりね、なんていうのかな、スタンドから見てて見てる印象のピッチャーと会って話した後のピッチャーと、で途中にボールも受けるじゃないですか、と全然違うわっていうピッチャー結構いるんですよ。なるほど、うん、こいつドスーンとくるボールだろうなと思ったらパチーンとくるボールだったりさ、あのタイガースの抑えの切り札だった久保田、
そうだね、あ重そうでしたね、うん、そうでしょ、うん、ビルパチッてくるボールなんですよ、で、あれとね、日本柱で小野寺君っていうのがやっぱり時矢高校にいてヤクルト行ったんですよ、これが細くてね、1m90 近くあって細くてね、モデルさんみたいなイケメンで、うん、綺麗に投げてくるからパチンってくるボールかなと思ってガツンってくるの、あんまりね、はい、で聞いたらね、指すごい長いのよ、でその指、長い指ですごく深く握るのよ、うん、だからね、そんな回転数ないんだろうな、うん、測ってないから分かんないけど届いちゃう、だから深く握るやつと思うじゃないですか、うん、ね、でそういうボールだったね、うん、で久保田投手ってあんなごっつい顔してんだけど、うん、女指なの、うん、女指ってこう指先がとんがってる、はいはい、うん、もう見た感じ女の人の指なの、綺麗な指、あこれだこれだったら軽いよ、これそういう指でこうボールをつまむようにして握るんです、うん、スピン効いてるからもう回転数すごくあるんだけど、うん、パチンってこうな、だからその実際に受けてみないと思うの分からない、受ければ受ければ1時間話すよりも100倍分かるみたいなとこがあって、ね、それが一つきっかけとなって、うん、これもうシリーズ化しようと、そういうことになったんですか、ただね、はい、最初の3年ぐらいはもう断られまくられてね、ああまあ10件頼んで9件断られて、おうおう、もう最初の3年間にあどうぞって言ってくださった方たちも恩人、おお、うん、なるほどなるほど、うん、それは例えば、まあ、編集部かなんかから連絡を入れて、そうです、そうです、安倍というライターがいるの で、 そうです、ボールを受けて、そういや記事を書くという企画があるんですけど、うん、行かせてもらっていいですか、うん、と言ったら、いやもうそれちょっと勘弁します、うん、そうそうそう、あとはその野球小僧って雑誌が認知されてなかった、ああなるほどね、ああその頃までね、はい、うん、でじわじわっとこう認知されるようになって、からもう10件のうち5件 OK が出るようになり、ちょっとムック的なね、そうそうそう、ありますからね、そう、敵刊行物じゃなかったんでね、うんうんうん、だからまあ、雑誌もそうだし、まだ安倍雅彦の認知度もない、もう全然僕なんかその本当にまだまだですよ、うん、落ち墨をやって、まあ、記事にしましたと、うん、で次、まあ、断られつつ、うん、2回目っていうのは覚えてますか、2回目はね、内海君の 翌日ですよ、うん、同じ北陸のね、七尾工業にね、森がとかがいて、そう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 、七尾工業いたりだ、そう、うん、んで、直接プロ行かずに三菱自動車川崎に行ったんじゃなかったかな、柿野さんとかで壊してて、で行って3年目にベイスターズ行ったんだけど、うん、治んなかったんですね、うん、で全然ダメで、うん、あったんだけど、その2人目の森がとにかく速い、ボールがすごい速いで、打つのと真逆、もうね、うん、嬉しくてしょうがない、その取材に来てくれたら、あなるほど、うん、ほんでその日が体育祭、うん、体育祭で1万メーター走ってるんですよ、やつ、1万メーターでダントツの1着になって、その後すぐブルペン来た、キャッチボールも何にもなし、お、まあ温まってるでしょうね、1万メーターはビュンビュン投げてくるんで、しかもね、今でも覚えてるけど、ブルペンの後ろが森くんの背景が倉庫なんですよ、うん、でこういう白い壁なの、でバックが白い球で、森が150キロぐらいのすごい球、白いボール投げてくるけど、ボール見えないよ、ボール見えないよ、それは一応ブルペンはブルペン、ブルペンはよく見えるなと思って、キャッチャーに聞いたら、最初はもう全然見えませんでした、うん、慣れてきたかなとか言ってるの、うん、初日じゃん、公立だから専用グラウンドじゃないでしょ、そう、校庭、校庭でしょ、そうで、ブルペンの後ろがほら、ラインカーの石灰入れとくこう小屋みたいなのがあるじゃないですか、うん、白い壁のレンガかな、なんかあれは怖かったなぁ、うん、まあ、やっぱりその素材としては素晴らしかったというか、素晴らしい、ただ話しててもやっぱり内海君と真逆で、もうすごくこうなんていうの、素朴な田舎の明るい少年だから、うん、慣れてないというか取材慣れしてない、そうそうそう、こういうのはプロみたいなところに来るよりはワンクッション置いて、うん、はいはい、こういろいろね、いろいろ精度合わせ飲んでから、うん、
った方がいいだろうななんて思って、うん、ただそういうふうなプロセスで行ったんですけど、やっぱり体がね、治んなかったね。まあ、それからね、次々と、はい、まあ、そういうようなことを繰り返して、うん、今大体何人ぐらいですか、全部で。ね、おかげさまでね、難波君のおかげで230人ぐらいですかね。230人のボールを受けた、うんうんうん。まあ、それはあの高校に限らずね、はい、もうドラフトされそうなピッチャーにまあ行ってるわけですから。もうね、ここあの編集部の意向で、ドラ1を言ってください。おう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 。で、何が面白いかって、安倍さんが怖がるのが面白いからっていう、すごい編集長でね。おうおうおう。まあ、それは確かにそうかもしれないな。うん、もう本当に、っていう選手、軒並みやったんですよ。おう。断られたりもいますけどね。まあ、その中でね、うん、まあ、やっぱりあのなかなか優劣つけるの難しいと思うんですけど、一番すごかったピッチャーって誰ですか？そう、まあ、いろんな意味の凄さはあるんだけど、やっぱりスピードっていうのかな、快速球ですごかったのはやっぱり大谷翔平投手。大谷、うん、大谷受けましたか？受けた、2回受けたんですよ。最悪の時と最高の時、まあ、当然高校の時ですよね。そう、うん、高校3年のやっぱり秋ですよ。そんなに快速すっごかった。ああ、もうまぶたき一発でもう死にますよ。ほう。もう僕コンタクトレンズでやるから、うん、こうずっと開いてると目乾いてきちゃうんだよね。うん、だからまぶたきしたいんだけど、まぶたきできない、うん、もう始まったもん、まぶたき、うん、綺麗な、もう本当に文字通り空気を切り裂くような快速球っていう。はあ、それを受けた人でないとね。綺麗なバックスピンを、うん、でコントロールがいいから、こう構えたところにほぼそこに投げてくる、うん、だから間に合ったんだと思うよね。うん、でここに構えてこっちだったらちょっと無理かもしれない。その頃はもう阿部正彦のある程度ポジションを確立してた頃ですか？まあ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 一応知ってくれてると。はい、はい、佐々木さんももう前から知っててくれて、うん、そろそろだと思いましたよなんて言われて、うん、ただね、大谷の場合はそのストレートもその時ガンで測ってくれて、そこの花巻のガンだったら154出たんですよ。だけど僕受けてて一番びっくりしたのはスライダー。何？スライダー。スライダーか。あー、スライダー行きますって言って、スライダーどんなの来るのかなと思って、ういーなんて言ってやってて、まっすぐ来てる、まっすぐ来るから、うん、あれこんなの来るのかなと思って、ふっと行きかけたところに真横にビューンと吹っ飛んで、はあ、僕の体感では真横取れない。お前もかすりもしないみったにかずらない、かすりもしない、えっみたいなフォークも同じ、はあ、フォーク行きますってまっすぐ来て、ひゃん、ここ抜けたよ取れない、やっぱり取れるもんか、目で追えないもん、はあ、びっくりした、はあ、それであのプロ入って3年ぐらいの時に、あの日本ハムに、鶴岡さんってキャッチャーが、うん、キャッチャーね、去年ぐらい引退したのかな、うん、あの方がその新聞の談話でね、大谷はスピードが速い速いばっか言われてるけど、あいつが一番すごいのはスライダーだって書いてあった。あ、やっぱり自分の反射神経のマックスでやっと取れるって書いてあったから、あ、やっぱりそうだよね、おお、同じだよ、お、鶴岡さん同じで握手しに行きたかったけど同じこと言ってもで、今でもさ、あの向こうで投げてるじゃないですか、うん、で、見てるとね、サイン、キャッチャーサイン出してこうやってね、ステップ踏んで待ってる時があるんだよ、キャッチャーが。なるほどな。あ、そうそう、知らない。見たことある、見たことある。あるでしょ、うん、対外変化、はあ、で、ストレートの時はドーンと構えてるんだよ、うん、だキャッチャー見てると、あ、次はスライダーかフォークだな、うん、あ、次まっすぐだって分かる。やっぱそれね、気持ち分かります。動けるようにね、分かります、うん、あれね、逃げようとしてんだよね、向こうのキャッチャーも、うん、もうちょっとでも変な動きしたら逃げないで当たったら死んじゃうからさだって今だったら最初140何キロのスライダーとかフォークじゃないですか、うんうん、あんなの変なとこ当たったらダブルツだよ、うん、なるほど。菊池雄星は、雄星はここがすごかった。受けたんですか？やっぱ受けた。うん、菊池雄星選手は3年の春、うん、夏の予選の前だったんですね、一番いい時なんだけど、うん、本人は悩んでる時期だったんで、うん、
なんかね、誰かにね、こう上から投げれば投げるほどスピード出るみたいなって言われたらしいのね、うんうん、誰が言ったんだろう、うん、なんかこんなね、時計の持ち盤で言うとね、12時ぐらいのとこから投げようとしてて、はいはい、それでここやってたんですよ、はい、それそうですよね、ちょっと出下がりますもんね、そうそう、今こうセリコーターぐらいから一番こう投げやすそうなとこから投げてるから素晴らしいボールいくけど、うん、クロスファイア素晴らしかったな、まあね、高校生でね、やっぱりあのトップクラスでしたからね。でもね、僕も二度と受けたくないのはね、浅尾ですよ。浅尾中日の。中日の浅尾、ね。受けたくない。いや、もう全部ボールが痙攣してくるんだよ。ピヤーン、まっすぐ来るボールなんか一個もないの。全部ぐちゃぐちゃの回転で、僕から見ると痙攣してるの。浅尾はどのタイミングで受けたんですか？大学の、もう浅尾はね、3回ぐらいやったんだけど、よく行ってたんだよ、日本福祉大学。日本福祉大学、うん、で本気真剣にやったのは4年の春ぐらいかな、うんうん、もうすごいですよ、もうアニメから飛び出してきたみたいな、もう球パッツンパッツン出してさ、うん、耳たぶん穴開いてるしさ、うん、もう頭長髪の上に帽子ちょこんと乗っけてるから一球投げるために帽子飛ぶしさ、うん、だけどすっごいボール投げてくるんだよ、うん、あれは即プロいたですかね、そうそう、で、あの、どんな握りで投げてんのって言ったら、えって言うから、いや、握りだよ、まっすぐの、いや、別にこう、握ったところで投げてるんですけど、うん、っていう、あれ、決まった握りとか、フォーシームとかないのって、フォーシームって何ですかみたいな話になって、で、彼ね、高校までキャッチャーだった、で、大学でも、ちゃんと指導してくれる人がいない大学だったから、もう 100% 我流なのよ。あの最初にグローブの中でピッと握ったところで投げてくるから、うん、これはもう全球カットだったり全球ツーシームだったりもで綺麗なフォーシームなんかめったに来ない、うん、でにもかかわらず彼は器用だし研究熱心だからナックル行きますとか、うん、ナックルカーブ行きますとかいろんなボールを投げようとするんだけど、こっちからしたらさ分かんないじゃないですか、どんな動きが来るんだか、ね、もう必死に取るけど取るたびにもう親指ひねるし、うん、怖いし速いから、うん、150は出てんだもんね、チャチャって投げてるからもうタイミングの取りようもない、うん、なんかもう二度とナックルカーブじゃどういう風に来るんですか、ボール、あのねその通り来たことは一回もないんだけど、うん、要するに一辺ホップするようになって垂直落下みたいな、イメージとしては、そう。で、そのイメージでカーブ投げてきたのがあの柳、明治の、明治の柳君ってもう3年ぐらいからエースだったけど、うん、縦のカーブでね、くるくる三振取ってたの6台で、でネット裏から見て、あんなカーブでなんで空振りするんだろうと思ったの。で、受けさせてもらって、で、まっすぐ来て、まっすぐはまあそんな速くないんだよ、うん、カーブ行きますって。カーブ来たら、ヒュッとパーンと落ちた。それは明治のグラウンドで。そう、明治のブルペンで、うん、そのドロンと落ちるカーブとかそんなんじゃないんだよ、地面に突き刺さるようなカーブなの、ほう、うん、すごいの、びっくりして、うわっ、うん、慌てて取って、で、隣に吉田さんいたから、吉田さん、こいつまっすぐよりカーブの方が速いですねって、うん、言ったら、吉田さんが、こいつそれだけやったら、取り柄ですからって笑ってる、うん、それで受けてみて、あ、このカーブだったら空振りするわって、今もうセリーグを代表するピッチャーでしょ、ねえ、なるほどね、彼はね、でもね、僕はみんな低く見てたけど、マックスがなかったから、速いボールなかった、でもね、ピッチャーのトータルとしての能力すごかった、牽制でも、いいの、こんな話してて、いいですいいですか、うん、牽制でもね、ファースト牽制するじゃないですか、一回ゆっくり投げるんですよ、でもう一回ゆっくり投げるとゆっくり投げるからランナーダラダラっと戻るじゃない、で2回ダラダラっと戻してから3球目投げると、うん、もうランナー戻れないんだ、はい、ダラダラっと戻るメカニズムになっちゃってるから、うん、3球目ピッと来られたらもう来れる、うん、ダウト、今でもそういうの時々プロでもやってるけど、うん、
あなんか聞いたらね、小倉さんに教えてもらったらしいんですけど、横浜高校。横浜のね、うん、横浜出身なんでね。そうそう。うん、でもね、うん、林さん、小倉さん、一番すごいなと思ったのは、一昨年、うん、山下俊平太。山下俊平太、今どこでしたか、ね、オリックス。オリックスの1位。福岡大大濠高校、はい。これはすごかった。ね、六大学来るとかいう話ちらちらあったんですけど、結局ね、プロ行きました、ね、うん、これはすごかった。僕、22年やってて、どれが一番すごいって言われたら、山下俊平太を挙げるしかない。高校生で。はあ、いや、もうオールトータル。社会人オールトータルでね。で、中で高校生の社会人はすごかった。はあ、菅野も投手ももちろんすごかったけど、やっぱり投げる球のすごさだったら、もう山下俊平太。ストレートで曲がっちゃったの。この辺のボール、うん、この辺のボールこう取り行ったら、うん、ピャーンって弾かれて、うん、あ、こっちか、うん、ほら、何がすごい、体感スピードっていうのかな、あのね、もちろん高球投げてるんだけど、うん、ソフトボールが飛んでくるああ、なるほど、ズームアップしてくる、なるほど、それがまあいわゆる伸びっていうのかもしれないけど、うん、伸びとかそういう軽いもんじゃない、うん、もう狂気ですよ。お、なるほど。もう本当あの命がけ、うん、でしかもカーブ、うん、カーブが柳投手のバーンっていうのも二回りぐらいバーンってくる、うん、本当に、お、持ってるボールの凄まじさだったら、うん、僕はもう山下俊平太選手を上げるしかないな。意外というかね、いや見てて今年、うん、まあ、ちょっと来年ぐらい出てくる、間違えて出てこないかおかしい、なるほど、ただね、彼ちょっと一個心配なのが、見た感じでちょっとぼーっとした感じなんだよね。だけど話してみるとね、すごいいろんなこと考えてるやつなの。で去年ね、ウエスタンリーグ見た時にやつが出て、あのちょっと点取られたんだけど、難しいとこばっかり投げようとしてるんですよ、うん、自分で絵作ってると思うんですよ、多分、うん、外いっぱいピシャッと決めて空振り三振とか。でもね、彼はあのそういうその何ていうか、ものすごくあのエネルギッシュに投げるやつだから、うん、細かいコントロールなんかを追っかけるよりも、うん、真ん中のストレートでバット粉砕するっていう方向の方が絶対いいんだよ。なるほど、うん、それぐらいのその花が座った時にピッチングが変わってくれば、ストライクゾーンでプロのバッターのスイングを粉砕できるぐらいのボール持ってるからね、そっちの路線で行った時にもう一人オリックスに山本投手が誕生すると思う。なるほど。ボールの強さと、なるほど、あの激しい変化球で打ち取れる、うんうん、なるほどね、うん、やっぱりその受けた人でないとわからないっていうことが ね、案外その220人受けてね、うん、山下投手が一番すごかったというのは案外 ね、 あのね、我々的にはちょっと意外なんですけど、最近だからっていうことじゃない、ね、なるほど、うんうん、だからね、もういつも思うんですけど、やっぱりいろんなスカウトの人のね、まあ、古い人からやったりしたら、やっぱりあのピッチャーは江川っていう人が多いんですよね。これ長嶋の阿部君が江川のボールを受けてたらどうなってたのか現役時代は一応ね、一応、まあ、対戦したんでね、法政とは試合したん で、 で僕らも僕らスタンドから見てた、僕らベンチから見てたんで、横から見ててホップしてるの分かりましたからね。本当でもあのバントできませんからね、そういうのは今でもあの YouTube なんかでもよく見ますけども、あれもし受けてたらどうなってたかなと。うん、エガーが本気で投げたかどうかが分からない、うん、まあ、はっきりあのランナー出るまで本気出してないって言ってますけど、やっぱりランナー出てからね、うん、だから昔のいわゆる木工速球、山口隆とか、うん、あの辺をね、あの安倍ちゃんが受けてたらどうなってるかなと思ってね。ってね、ただね、あのストレートはおかげさまでね、その220人の剛腕たちが投げてくれたおかげで、あまり怖くないですね。お、大丈夫です。だから変化球が難しい。ああ、僕らはね、もうあの
まあ、プロでも見に行ってピッチャー投げてキャッチャーってネットあるでしょ、うんうんうん、キャッチャーの後ろに、うん、そこで見てても怖いです。怖いね。怖い、うん、投げたら打って一瞬ね避けるっていうか、いやそっちの方が、僕もそっちの方が怖い。ああ、逆に。もうしゃがんで、うん、これキャッチャーの共通語かもしれないですけど、うん、あそこにしゃがむとね、スッと気持ち落ち着くんですよ。おお、なるほど、うんうん、なんか家に帰ってきたみたいなね。なるほど。だからね、その精神状態でミート構えると、うん、まあ OK なんですけど、うん、あのキャッチャーの後ろから中腰とか見てるの一番怖い、うんうん、ね。まあね、そうやってもう今やそのそういうポジションを確立して、僕一回聞いたことあるんですけど、なんかおばあちゃんかなんかから電話かかってきて、その孫かなんかのボールを受け取ってくれとか、ね、そういうね、そういうオファーもあるとかやって、うん、ありましたね。お手紙いただいたんですよ、はい、お手紙いただいて行ったんだよ。船橋の高校だった、千葉の。あ、お孫さんが高校生ピッチャーで、うん、そうそうそう。それで、土砂降りの日で外はダメで、で中でやったんだけど、たまたまその時に彼が肘壊してた。あ、だからあの監督さんがもうキャッチボールいけなかったぐらいのことしかできないけどいいですかって、うん、逆にあの やらなくてもいいですよって、もうそんなに状態だったら、うん、でも本人がどうしてもやりたがってるんで、うん、って言うから、そこでまあ20球ぐらいかな、しゃがんだかどうかも分かんない、立ち上げで終わっちゃったかもしれないけど、うん、もう見るからに、うん、もうやってるぞっていう、うん、状態だったんですよね、うんうん。でもやっぱりね、長嶋の阿部ちゃんが来てくれたということで、やっぱ嬉しかったんでしょうね。いや、僕も嬉しかったですよ、うんうん、迷子を読んでますって、うん、おばあちゃんですからね、うん、おばあちゃんだもん、ね、うん、迷子を読んでます、ね、なんかあの面白いような、まあ、他にもエピソードあります、このやってる中でこんなことあったよなとか。まあ言っても必ず放れるとも限らないでしょうしね、その選手自体が。それで思い出しちゃう、うん、思い出すのはダルビッシュだな。ダルビッシュ、うん、ダルビッシュが OK だっていう返事をもらったのね、うん、編集部通じて高校の時、うん、本当かよっていう話ですよ、うんうんうん、でそう本当だっていうから、で当日仙台まで行って、編集の人と駅から学校に電話かけたら、五十嵐さんが、当時の監督さんかな、阿部さん申し訳ありません、ダルビッシュがね、いないんですよって言ってえ、いないってどういう意味ですか、うん、いや、学校にもここ3人か来てませんしね、下宿にもね、帰ってる形跡がなくて、もちろん大阪にも帰ってないんですよ、うん、困ったなと困ってるから、うん、それどういうことなの、いや、僕にも分かりません、うん、結局ドタカドタキャンで、うん、受けられなかったのね、うん、で、そんなことがあるんじゃねえかって言って、そのちょうど1週間前にダルビが明治神宮大会かな、うん、なんか東京来た時に、うん、宿行って保険のためにってインタビューしとこうって言った。あのペンの取材の方が、ね、そうそうそう、で、そこでしといたんですよ。だそれでなんとか記事はなんとかでしゃれたというか、うん、体感機なしでやったんだけど、うん、その時のダルビがすごいいい子だった、即答だし、なんで簡潔なものの言い方するし、うん、真面目に受け答えするし、うん、聞いてた評判と全然違うから、うん、ダルビッシュっていいやつじゃんって言ってたみんなでそしたらゆっくりね、そしたら当日行ったらドタキャンなんだやっぱりそういうやつ食わせもんかあ、ダルビッシュさんごめんなさいね昔の話だよ、うん、まあ、そういうね、選手が逆に今少なくなってるんですよ。ああいうのそういうのをね、お仕事するんですよ、そういう選手はね。あ、うん、なるほどね。まあいろんな経験をされても220人受けるたらね、やっぱり20年ぐらいかかりますよね。そう、うん、もうだってあれですよ、そんなしょっちゅうできませんよ、あんなことは、うん、45から始めてんだよ、うん、そうだね。そんなもん一回やったらね、もう中10日ぐらいだよ、うん、せいぜい、うん、それをね、編集部がバカだからね、なんか2日ぐらいでね、アポを取ってきちゃったりするもんだから、ね、うんうんうん、誰が考えてんだよってでもね、やっぱり新境地というかね、うん、今までなかった世界 を切り開いてというか、
ですね。まあ、とはいえどもね、いつまでもできるあれでもないし、うん、どのようなこれから展望を描いていますか。あのね、受けるのは大丈夫なんですけど、しゃがむのがしんどくなってしゃがむのがしゃがむのがしんどくなってきた。これはやっぱりもう足から衰えはきますね。なるほど。だからまあどこまでできるかわからないけど、ただまさか椅子に座って受けるっていうそこまで屈辱的な形ではやれようと思わないんで、僕は最初の目標はね、64歳だったんです。なんでかっていうと、あの早稲田大学の僕の数少ない尊敬する野村徹監督が、はいはい、64歳までブルペンで受けておられたらしいんです。さすがにその頃はピッチャーに遠慮して本気で投げないから、もう野村さんがものすごい怒ったっていう、舐めるの、舐めとんのかお前らなって怒ったって。私も、ね、現場であの見ましたけど。あ、そうなの。うん、あのピッチャーがね、気合入ってないというか、まあ一生懸命投げてるんだけど、そうダメな時はもうとにかくキャッチャーミット貸せって言って出てて、こらやったかもう全員練習止まって、もう泣きながら投げてますよピッチャーが。もう何球ももっと来い、もっと来い。あの時ね、ほんと60歳でね、あのね、ちょうど僕のテンションがそうなんですよ。もう本気で投げてこなかったら、このボールが成田高校の体のボールがバヤローって言って返す怒ってもらうと本気になるんですよ。そういうテンションでもワーワー言いながら、去年一昨年か栗林やった時も横に細山だよって、細山の36番声聞こえねえなとか言いながらやるわけですよ。でそのテンションでやるから、やっぱりそうそういつまでもできないんで、まあもう64歳取り越しちゃったんで、まあ次の目標は、まあ、70でやったらすげえな。ギネスでしょ。ギネス。70だとギネスでしょ。そうですよね。70で150キロ取ったらギネスで、でこれ言ったらおそらくものすごく怒られると思うんですけど、長嶋のブルペンキャッチャーで野球殿堂入りってできないのかなっていうのを、これはないとは言えませんよ。これは独り言というか寝言だと思って聞いてもらえばいいんですけどね、なんかそういうふうに思ってます。なるほど、はい。まあね、ある意味あの私らはまあどっちかというと取材とかね、そのどうですかね、実践ではなく旗の方からねやってきましたけど、まあ、野球にね関われる状況がずっと続いてるというのね、ある意味羨ましいですし、いや、まあ、転職をね自分で見つけたというかね、うん、でこれからもねますますこうメディアにも登場してすぐ忘れられるんでね、だからやっぱりこれはねバリバリ自分でやらないと。そうね、常にやってると。で、まあ、ドラフトのね時なんかテレビも出てますけども、やっぱりね、実践を踏んでるというこれも一番強いんで、ね、ありがたい話ですよ、コメンテーターとしても、でもあれだよね、僕ねふっと思う時あるんですけど、ほらさっき30人ぐらい一緒に入ったって言ったじゃないですか、はい、朝に、はい、僕30人一緒に入ったうちのおそらく30番目ぐらい下手ピアと、でキャッチャーだったら当時10人いたうちの間違いなく 10番目のね、でそんなやつがこの年までユニフォーム着て野球やってるっていうのがなんか恥ずかしいですね。人並み外れた野球愛ですよ僕らそこまで野球ね、もうあの命かけてやろういう気ないんでね、だからもうそれがね本当にすごいなと思って、それはもうさっきね、あの蛭間選手の最初にありました、あの集中力というかね、それやっぱりないと思い入れとかね、そういうものが強く持ってないと続けませんのでね、やっぱり続けるということがね大事なんで。そうだ ね、なんか頑張るって続けるってことかなっていう、うん、そうですね、うん、私もねもう2年ほど前から体力の衰えをもうひしひしと感じてますんでまあね、口に出しちゃダメだよ、うん、スクワットこれをやってね、うん、あのやっぱり歩けなくなったら終わりですから、ね、もうだんだんね、ああいえば病気の話になってきますけども薬、ね、薬みんなね、あの頑張ってる人をねお互いに見てこうね、あの触発されて頑張ってきてるんで、これはもう見て、おられる方もね60半ば超えてまだこんな人いるということ、あの元気の糧にしてもらいたいと思います。まあ今日はね長々といろいろお話聞きましたけど、いやこちらこそ、ね、ありがとうございました。また、夏の大会前ぐらいにもう一回やりたいと思いますので、ぜひ呼んでください、はいはいはい、どうもありがとうございました。こちらこそ、はい、失礼しました。おやかましゅうございました。どうも。
チャンネル登録お願いします。ご意見ご感想もお寄せください。